はい、今度はですね、シェイプレイヤーにこちらの AI の方を適用していきたいと思います。まずですね、このシェイプレイヤー、こういう形の輪があるんですけど、まあこういうので移動していくっていうような形になります。それでここに AI さんを適用するんですけども、注意点としてですね、真っ白とか真っ黒ってあんまりダメなんですよ。ダメっていうのは多分 AI の想像力をかきたてないんでしょうね。ちょっとこちらの方が説明したいと思います。通常にメタルプレートを適用してくれって言ってイエローの平面にやったんですけど、まあなんとなくメタルっぽくは見えるんですけど、まあ AI さん多分この黄色だけだと発想が浮かばないんですよね。まあ事例がないみたいな感じで、でこういう時にイエローじゃなくて、まあ例えば黒色でもいいんですけども、ここで黒色を適用してフラクタルノイズ、まあこういったものをね当ててあげるんですね。そうするとまあこういうブロック状のノイズでもいいんですけど、このねノイズによってもね変わってくるんですよ、いろいろと。で例えばここで CC トナーで少し黄色っぽく黄金色っぽくしたいなっていう形にすると、 AI さんの方がメタルノイズのノイズ部分を解析してメタルっていうかそういうものを生成してくれるっていう形になります。この値変えるだけでもねだいぶ変わっちゃうんですよね。今はこれブロック状になってるんですけども、例えばリニアにすると滑らかになったりとかするとか、結構この辺重要だったりするんですよね。で同じようにこちらの方ですね、輪っかの方、これにもねフラクタルノイズちょっとかけてあげます。でフラクタルノイズの展開の方、こちらの方はエクスプレッションの方を使ってやってあげてください。こちらの方ですね、タイム10ですね。まあ動きがあるようなこうノイズに動きがあるっていうような形になってます。さあ展開が終わりましたら、今回はですねこのスクリプトですね、こちらの方を打ち込んでみます。はい、そして調整レイヤーで同じくディフューズ AE を使います。はい、そうするとまあこのホイールが色が変わるというかスタイルが変わっちゃうというような形になります。なのでプロンプトは例えばこれホイールってやってるんで、ホイール上だとまあなんかタイヤのホイールなのかなみたいなんで円が認識しやすいみたいな、多分これね結構奥深いんですよ。結構勉強してるんですけど奥深いんで、まあこの辺はねなんか自分が作りたいものとか似たようなものの造形っていうのを出してあげるといいかなと思います。輪郭気になっちゃう人はトラックマットかけてあげてください。他の内側外側が目立たなくなります。はい、あとですねこうしたグリッド状のもの、まあこういったのをね目安にしてくると、まあ実際作られるのがこういう風にね区切られたりするんですね。これが普通にグリッドがない状態だと木目がポンと出るんですけど、綺麗にねこういう風にね区切ってくれたりします。またですねこれを反転させると今度こういった感じになります。これを認識するのがどういう風に思わせるかっていうのが、まあ誘導する、これが結構ね AI 使っていくのに難しいなというふうに感じましたね。はい、例えばですねこういったまあ楕円形に近いような星型、こういったものをですね木目でやるとまあカットされたようなこんなような感じになるんですよ。あとですねこのシェイプレイヤーですね、こういった線を予備に入れてあげる、まあなんていうかこう囲いみたいにして入れてあげると背景がこのような形になります。これ多分あれですね、絵の額縁かなんかなんでしょうね。こういったものをつけてあげると、あこれは絵の額縁なんだっていうふうに思って付け加えてくれます。まあちょっとしたねことを入れる入れないとか付け足す付け足さないだけでだいぶね変わってくるので、この辺をねうまく操作できるとだいぶ自由度が高まってくるかなというふうにも感じます。